雇っているか、正社員は最低これぐらい雇うべきだ、そんな基準も設けるべきではないでしょうか。そして同一価値労働、同一賃金、そして皆さん最低賃金1500円以上食べられるだけの賃金を、その保証こそすべきではないでしょうか。東京でもようやく最低賃金が1000円を超しました。でもその最低賃金に張り付くような働き方で食べていくことがなかなかできません。皆さん、シングルマザーのお母さんの年金返金就労所得は年間200万円です。これで子供を食べさせていくことができる、非常に困難です。当たり前に働いて、当たり前に子供を食べさせるだけの賃金を売ることができる法制度、社会を作っていくべきではないでしょうか。どうですか。皆さん、岸田首相は新しい資本主義と言います。福島みずほ家というふうに思います。なぜかアベノミクスの焼き直しでしかありません。岸田内閣は消費税下げると言いません。富裕層への増税を言いません。大企業への課税を言いません。労働法制をしっかり規制していく、そんなことを言いません。内部留保に対する課税も言いません。でも労働法制含めて変えていくべきではないでしょうか。どうですか。根本に問題があるんだから、その根本変えていくべきです。そして皆さん、新自由主義、大企業が潤えば全てうまくいく、そして民営化、それで日本の社会経済は走ってきました。でもどうですか。保健所を減らし、公立病院減らし、統廃合して、今医療が本当に大変な状況です。今皆さん、コロナ禍の中で医療現場で本当に医療従事者が必死で働いている。なんとか医療従事者の頑張りで日本の医療が持っている、そんな状況です。でも皆さん、公立病院、公的病院再編統廃合、厚生労働省264のリスト撤回をしません。大阪はとっくの昔に公立病院民営化をしました。独立行政法人です。皆さん、大阪は人口比で東京の3倍、コロナ禍で人が亡くなっています。私、福島みずほ、国会で質問しました。大阪でなんでこんなに死者が多いんですか。これは公立病院を廃止したからではないですか。まさに厚生労働大臣答えませんでしたけれども、公立病院今ぶった切っていくことが答えではありません。でも皆さん、この東京都3月の議会で、東京都議会で公立病院、都立病院の廃止を決定しました。民営化、独立行政法人化です。どうですか。このコロナ禍で公立病院結構感染症受け入れているんですよ。で、皆さんどうですか。自宅で療養中に亡くなってしまう、コロナにかかっても病院に入院できない、そんな人たちがたくさんいます。重症化して亡くなる、そして病院に入院できない、これが日本の現実です。そんな中で、なんで都立病院廃止なんですか。逆さまだと思いますが、どうですか。人件費削減、医療費削減のためにそんなことやって、医療を脆弱にして一体どうするんでしょうか。皆さん、そしてこの数十年間で30万床以上病床削減がされています。病床どんどん減っています。でも去年国会では6月に、病床削減すればするほど消費税185億使って補助する、そんな法律が成立をしました。社民党はもちろん反対です。どうですか。消費税は社会保障のためと言いながら、病床削減することをなぜ消費税使って応援するんですか。満床の場合に近くなれば1床200万円ほど、
いや 80% ぐらいだと180万円など一生当たりの単価を決めて病床削減すればそれに応じて消費税から補助金出すという仕組みです。どうですか。政府与党が成立させたこんな医療法の改悪法、病床削減推進法は真逆だと思いますが、皆さんどうですか。今病気になってコロナになって入院できない、そんな人たちがいる。病床化して重症化して亡くなる人たちがいる。そんな最中になんで病床削減すれば消費税使って応援する、そんな法律を国会で成立させるんでしょうか。私福島みずほは思います。医療費削減ありき、公立病院廃止ありき、こんな政治をやっていては私の命は守れません。皆さんの命も守れません。私福島みずほ実はコロナ陽性になりました。今もピンピンしてますが自宅療養にしました。で私は軽症だったから良かったものの、重症化の人、持病を持っている人、入院している人、周りにそんな人たちが出ました。私たちは命を落とさなかったけれども、私は命を落とさなかったけれども、どれだけの人が重症化したり後遺症を抱えたり入院できなくて本当に苦しんでいる、そのことを思います。だから医療の立て直し、金儲け、人件費削減、医療費削減すればいいんだ、こんな政治を本当に変えていきたい、そう思います。皆さん、新自由主義、大企業が潤えば何でもいいのだという考え方から格差が拡大し貧困が拡大をしました。今日のお米、明日のお米がない、そして食べられない、そんな人たちを作ったのは明確に政治の失敗ではないでしょうか。原発推進もそうです。我が亡き後に洪水を来たれ、自分たちだけ金儲けをすれば一般の人が、全ての人が、たくさんの人がどういう状況になろうが構わない、そんな政治こそ皆さんたちと本当に変えていきたい、そう思っています。そしてもう一つ、憲法と平和の話聞いてください。ウクライナは今戦争が行われています。一日でも早く、一秒でも早く戦争をやめさせたい、そう思っています。そして福島みずほは思います。武力で平和は作れない、軍事力の競争で競争を煽って、緊張を煽って戦争に向かう、そのことこそやめさせなければなりません。皆さん、今国会で自民党政府に要望書を出しました。この5年間で防衛予算を倍の10兆円にするというものです。どうですか。今5兆4000億円、補正も入れれば6兆1000億円、自民党の茂木幹事長は来年の防衛予算は6兆円台の半ばにすると言いました。おかしいですよ。なんで1兆円急に上がるんですか。毎年なんで1兆円上げるんですか。なんで積み上げではなくて防衛予算だけこの9年間うなぎ登りにうなぎ登りに急成長して、その防衛予算、安倍内閣が始まる前は4兆円ほどだったんです。それがぐんぐん上がっている。そして皆さん、自民党はこの5年間で倍の10兆円にする、そのことの要望を出しました。でも考えてみてください。防衛予算が10兆円になったら皆さんの社会保障費や医療費、圧迫を受け削られる、そのことは日を見るよりも明らかではないでしょうか。皆さん、小学校、中学校、公立学校の給食を無償化するのにさらに必要なお金は4226億円です。やれるじゃないですか。給食の無償化、給食の有機化、福島みずほ取り組んでいます。でもお金がない、財源がない、そのことが理由で給食の無償化も実現できていません。で、皆さんに申し上げたい、国公立の大学の授業料と入学金無料にするのにさらに必要なお金は3億、
3200億円ほどです。私立大学の入学金、授業料全部無料にするのには2兆何千億円がかかります。つまり全ての大学の入学金と授業料無料にし、その概念をなくすためには3兆円なくても3兆円弱で実現できるんです。私福島みずほ大学生見ていると、奨学金半分の人がもらっているローンを組む、そして平均して300万円借金をしている、こんにちは、借金まみれで大学に行かなくちゃいけない、授業料や入学金払う自信がなければもう大学合格しても進学諦める、そんな大学生たくさん見てきました。大学を出るときに平均して300万円借金をする、そんな大学生たくさん会ってきました。借金まみれで大学に行かなくちゃいけない、こんな現実一体どうなんでしょうか。大学卒業して非正規雇用で就職する、そんな大学生にもたくさん会ってきました。福島みずほ大学の授業料入学金無料にするぞと言いたかったが、3兆円かかるので、3兆円ちょっと考えてしまう、正直思っていました。でも自民党が防衛予算10兆円にするぞというのを聞いて本当に怒り、だったら子どもの教育費や高校の授業料の無償化、医療費などにしっかり税金を使うべきだと思っています。どうですか、皆さんたちの貴重な税金は生きることの支援、人生への支援、未来への支援にこそ使われるべきではないでしょうか。勝手に防衛予算10兆円なんて言って人の生活圧迫しないでくれ、そう思います。そして皆さん、今敵基地攻撃能力保有、それを自民党は打ち出し、国会ではあのウクライナで私たちが学んだことは核兵器なんて持つべきじゃないっていうことじゃないですか。プーチン大統領が核兵器の使用を威嚇をし、そして核兵器を使うかもしれないという現状を見るにつけ、核兵器廃絶はしなくちゃいけない、核兵器禁止条約をたくさんの国が、とりわけ日本こそ批准すべきだ、そう思います。原発も危険です。攻撃を受ければ核兵器と同じように放射性物質が飛び散ってしまう、原発もまさに廃絶しかありません。なのに国会では日本維新の会の幹部が核武装論をぶち上げています。そして安倍元総理はニュークリアシェアリング、核の共有、そんなことを言っています。核を持ち込むんですか、核を同時に使うんですか、どういうことなんですか、そう言いたいと思います。安倍総理8回も、おそらく8回も広島長崎の平和記念式典に行って、被爆者の皆さんの話を聞いて一体何を学習してきたんでしょうか。被爆者の人たちに対する冒涜だと思いますが、皆さんどうですか。核武装やニュークリアシェアリングなど日本で絶対にやってはなりません。皆さん、憲法は今実は最大の危機を迎えています。私福島みずほ国会議員になって、憲法調査会、初めは憲法調査会だったんですね、それから今憲法審査会になっています。毎週やりましょう、憲法改正について議論しましょう、そんなことがものすごく煽られています。皆さん、衆議院はすでに4分の3以上が改憲勢力になりました。今度の夏の参議院選挙、6月22日公示、7月10日投開票と言われています。この中で参議院選挙が7月10日ある予定です。この中でもし改憲勢力が3分の2以上を占めたらどうなるでしょうか。今度の参議院選挙が終わったらほぼ3年間国政選挙がないと言われています。3年間参議院選挙はありません。そして衆議院選挙も去年の10月あったので3年間も
もう衆議院選挙はないだろうと言われています。つまり国政選挙がないこの3年間の間に憲法改悪の発議をする、そのことが起こりうるのではないかということを本当に心配をしています。昨日は憲法記念日でした。憲法9条は戦争しないという決意、そして戦争という手段で問題を解決しない、その決意です。どうですか。武力で平和は作れません。もし防衛予算10兆円、敵基地攻撃能力保有を持ち、南西諸島における自衛隊配備とミサイル防衛計画をし、武器を海外に輸出し、軍事研究を進めていく、経済安保法案は軍事研究にまさにお金を税金使って進める、そんなものです。どうですか。米中の戦争、これを米中の対立を軍事によって解決してはなりません。集団的自衛権の行使を一部認めた憲法違反の安保関連法、戦争法があります。それでまさに日本が先兵としてそれに使われる、そんなことがないようにと思います。皆さん、戦争は他人事ではありません。私は5月2日小さいお家という本を書いた中島京子さんと対談をしました。南京陥落の時に三越でバーゲンセールをやったということを聞いたりして、本当にちょっと驚きました。真っ暗っけの戦争じゃない、人は戦場に行ってるけれども、でも自分事としてはなかなか考えられなかった。最後の最後に東京大空襲、日本全体が空襲になって、それで戦争が終わったわけです。どうですか。日本がこのまま軍事の国家、戦争のできる国にしていき、憲法9条まで変えて名実ともに戦争のできる国、戦争をすることになったとすれば、それがまさに緊張関係を本当に煽り、戦争への道になっていくのではないでしょうか。サルトルはこう言いました。金持ちが戦争を起こして貧乏人が死ぬ、そう言いました。その通りだと思います。ウクライナの戦争でまさに権力者が戦争する、政府が戦争する、そのことが明らかになりました。皆さん、日本国憲法全文はこう言っています。再び政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し、主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定すると言っています。政府がまた愚かにも戦争を追っ始めないように、主権者であるあなたたちはしっかりせいやということを日本国憲法全文は言っているわけです。その通りです。戦争は政府が引き起こす、そのことを本当に民主主義の力でどうか止めていこうではありませんか。皆さん、どうですか。戦争しない国、戦争という手段で問題を解決しない、そのこと、私たちが戦火の中で逃げ惑うことが絶対にないように、戦争という手段で問題を解決しない、政治の大きな役割の一つは戦争しないこと、戦争に突き進むことをやめることだというふうに思っています。憲法9条で平和が守れるのかという人がいます。でも福島みずほは言いたい、防衛予算10兆円にして、そして敵基地攻撃能力保有を持ち、軍備増強をやって、軍備拡張の本当に競争をし、戦争へとしていくことこそ平和ではない、戦争への道ではないでしょうか。皆さん、民主主義で政治を変えることができます。私、福島みずほ、戦争本当に避けたいんです。戦後保障の裁判など弁護士としてやっていきました。戦争がどれだけたくさんの人の人生を奪い、どれだけ根こそぎにたくさんの人の人生を奪うか、
そのことを本当に感じてきました。そしてもう一つ、戦争する国は戦争反対の表現の自由を弾圧し、表現の自由を弾圧し、メディアや教育をコントロールし、戦争もできる国にしようとする。だから嫌なんです。民主主義がないところ、表現の自由がないところで生きていきたい気は本当にないんです。ナチスドイツ下で白バラグループの若者たち、大学生、ミュンヘン大学の大学生、戦争反対というチラシをこっそり配っただけで国家反逆罪で死刑判決を受けて、次々に処刑をされていきます。戦争反対というチラシをこっそり配ることで国家反逆罪で死刑判決で処刑を受けていくんです。戦争する国は民主主義が脆弱化、民主主義が形骸化されている独裁国家であったり、戦争反対の声を本当に押し潰し弾圧をします。この日本の社会で表現の自由、学問の自由、思想良心の自由、そういう権利がちゃんと保障される、そんな社会であり続けたい、そう思います。そして皆さん、国会で憲法を改正すべきだと声高に言う人たち、安保関連法、戦争法など違憲の法律を作ってきた人たちです。憲法を無視して、憲法をリスペクトせず、憲法なんてけっと思いながら生きてきて、憲法をねじ曲げて、憲法違反の法律、秘密保護法、共謀罪、安保関連法、戦争法、重要土地規制法などたくさんの違憲の法律を作ってきました。福島みずほは言いたい、憲法を無視して、憲法を無視して、憲法を尊重せず、憲法を全く考えない人たちに憲法を変える資格などないと思いますが、皆さんどうですか。憲法を守ってから言ってくれ、憲法を守ってから言ってくれ、そう思います。そして皆さん、とりわけ今この日本の社会で守られていないもの、生存権などではないでしょうか。憲法25条は生存権を規定をしています。でもコロナの支援の現場で、労働の現場で、労働相談の現場で、生存権が生きていくことが、最低限度の生活がちっとも守られていない、そう本当に思います。今日のお米、明日のお米、明日の生活と世界の状況、そして日本の政治がつながっています。生存権守る、憲法改悪ではなくて、憲法のさまざまな価値を本当に生かしていく、そのことこそ政治はやるべきだ、そう思っています。この社会が、未来がどんなものになっていくのか、皆さんの一票一票にまさにかかっています。憲法9条を変えて戦争のできる国にすることは、本当に私たちの世界を一変させる。防衛予算が膨れ上がり、5年以内に10兆円と言ってるんですよ。これから今後どれだけ増やそうとしてるんでしょうか。国内の軍需産業を育成し、軍需産業で成り立つ日本を作ろうとしているんでしょうか。戦争に依存する国になってしまいますよ。そんな国に住みたくない、そう思います。原発利権に私たちは抵抗されています。脱原発を本当にやりたい、でも原発利権があって私たちは戦っています。同じように軍需の産業の利権ができてしまえば、大きくなってしまえば、それを本当に突破して違う社会を、軍備増強に依存しない社会を作ることが本当に難しくなる、そう思います。皆さん、どんな未来に住みたいですか。どんな未来を作りたいですか。当たり前に命が大事にされる政治、どんな子どもも自分のなりたいものに挑戦することができ、全ての人の尊厳が守られる社会を社民党は作っていきたい、福島みずほは作っていきたい、そう思います。ゴールデンウィーク中で、遊びに行かれる皆さん、あるいはやっぱり仕事に行かれる皆さん、こんにちは。私は社民党党首、参議院議員福島みずほです。
7月10日参議院選挙がある予定です。選挙区で1票、全国比例区でもう1票皆さんはお持ちです。社民党全国比例区に今6人が立候補予定です。私福島みずほも全国比例区で福島みずほと書いてもらう選挙に挑戦し、国会に残って憲法を改悪させないために踏ん張って頑張っていきたい、そう思います。どうか皆さん安心できる未来を、そして本当にみんなが安心して命が大事にされる、そんな社会をどうか一緒に作っていきましょう。聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。福島みずほ参議院議員から皆様にお伝えさせていただきました。今日は本当にたくさんの方が足を止め耳を傾けてくださいました。ありがとうございました。また福島みずほ応援団の皆さんもありがとうございました。ぜひぜひ今福島おりますので、直接対話もお願いをしたいと思います。福島みずほがこれからも国会で働き続けられるように皆さんの応援心からお願いを申し上げ、マイクでお騒がせしたことをお詫びしながら、この場からのマイクを使っての訴えはこれで終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。